はい、ビバリーヒルズ白書の、まあ、ブレンダについてですね。まあ、一応設定上では、絶世の美少女っていうふうにはなってなかったっぽいんですかね。なんかこう登場人物で誰が美人とかっていうの、誰かが何か言わない限りなんか分かんないじゃないですか。まあある程度可愛かったとは思うんですけども、 で演じてる女優さんが、まあ、あまりにも清楚で可愛い人でしたよね。で私もね、ブレンダのいつの頃までが好きだったかっていうと、やっぱりパリ になんか夏休みにパリに行ったあの頃、高校生の頃ですね、あの頃まで良かったなって思いますよね。で、まあ、それの何ヶ月か前にちょっとケリーと喧嘩しそうになった時がありましたよね。あんたディランと付き合うようになってから鼻持ちならなくなってきたわよっていう、あのセリフのあったエピソード、まあ、女子のパジャマパーティーでしたっけね、まあ、あの時の癇癪を起こすとかね、まあ、あれは、あれが第一弾ですかね。まあ、なんかこのブレンダが癇癪を起こすシーン、やっぱりあれは、まあ、いくらね、まあ、感情の発露とはいえ、なんかちょっと、まあ、幻滅っていうほど言っちゃあれですけども、で、まあ、そうですね、なんか、まあ、本当にそのシャナンドハーティの女優としてのなんかこう流れっていうか、それとブレンダのその、まあ、高校最終学年から大学1年生だとかそのぐらいにかけてとか、なんかこうシンクロしてんのかなみたいにも思っちゃうんですよね。で一応登場人物的に言うと、そんなにひたすら心優しいとか、ひたすら優しいとかで、それってドナちゃんのキャラクターですもんね。で、まあそうなると、まあ一応平凡な女子高生が主人公っていう、そういうことだったのかなみたいにも思いますよね。まあ転校生キャラっていうかですよね。で、まあ私ブレンダのエピソードで、まあ、割と好きなっていうか、なんかこう結構、まあ私シリアスなストーリーが結構好きで、そのなんか命の電話メーター、なんかそんなボランティアしてましたよね。でその時にまあ、性犯罪の被害に遭った女の子が電話してきて、で高校どこ行ってんのって言ったら、ウエストビバリーって、じゃあ私と同じ学校なのかって、まあ、思ったと。でそれ以来声をね、後ろとか横で声が聞こえた時に、あの人かな、この人かなみたいに、まあ、最後は当てるじゃないですか。で、まあ、あのエピソード結構、まあ、好きというかね、まあ、人助けにもなってるんでね、ですね。であとはなんか大学1年生でしたっけ、2年生かちょっと忘れましたけども、なんかの主役かなんかをなんかこの、無理に奪ったんでしたっけ。でなんかこのスティーブに、まあ、ちょっかい出してた女の子、まあ、最後退学しちゃう女の子、あの子に決まりそうだったのをなんかブレンダが奪ったっぽいような、なんかそういう文がありますよね。なんかそれってなんかもしかしてイメルダ夫人の若かりし頃のパクリなのかなみたいにも、まあ、思ったりしましたね。あともう一つ、あれどれだったっけな、ブレンダのエピソードでこれが好き
ていうのが、あれれれれ、ちょっと思い出せないですけれどもね。まあ、そんな感じですかね。で、まあ、これは明るくて明瞭でいいなって思ったの、なんかブレンダーがピーチピットの制服着て、なんかのコントだかコメディアン見えた、なんかそういうのやって、名前なんとかって呼んでとか言って、あのエピソードも面白いなって思いましたね。まあ、そんなこんなぐらいですかね。はい。あれだけね、あれだけ、清楚な美貌を持ってる人って少ないと思うんですよね。そう、洋画とか海外ドラマの世界とかでも。そんなんで周りの嫉妬を買ったのかなみたいなふうに、ちょっとそういうふうに私は想像してるんですけれどもね。でそれでなんか暴走みたいなのが始まったのかなみたいに、思いましたね。はい。ケリーのお母さんから、中西部の女は成功できるわよっていう、なんかあのセリフ、なんか面白いなとか思っちゃったんですよ。なんかあれって90年代前半だったし、なんかあんまりそういうステレオタイプ的なことって当時はまだ言ってよかった時代なのかなみたいにも思ったり、そのポジティブであれネガティブであれで、中西部の女はって誰だろうとか思って、で私年なんでちょっと思いつくことといえば、ミシガン州出身のマドンナ、ミシガン州で中西部でいいんですよね。それとかイリノイ州出身のシンディ・クロフォード、そのぐらいしかちょっと思い浮かばないんですよね。なんか他に 何人か いるんだとは思いますけどもね。中西部っていうとその極端な東海岸、極端な西海岸とは違った中央ってなんか仏教用語みたいな、ね、なんかそういう感じだみたいに、そういうの聞いたこと、あるんでね。ケリー役のジェニー・ガースってあの人もイリノイ州出身でしたけどもね。ということで、ブレンダについて、最後ね、イギリスに行ってしまうっていうのもね、本当最後の最後の最後になんかブレンダが出てきたってっていう、そういうのがなんかネットにあったんですけれども、だけどそれまではもうイギリスに行ったきり、もう出てこないんだとか思ってちょっと残念に思っちゃったんですけどもね。でなんかその前にそのスチュワートでしたっけ、婚約だ、ラスベガスの結婚騒ぎだみたいな、そういうのがあって、でその前に、ケリーとの、三角関係、そのパリンに、旅行なのか短期留学ちょっと分かんないですけど、それのせいでみたいな、短期留学に行ったって、でどなちゃんだって短期留学行ったのに別にデビットで変なふうになってないのにおかしいなみたいに思いますけどもね。でなんかそれもそのシャナンド・ハーティーっていう俳優をクビにするためにそういう話の流れにしたのかなみたいな、なんか随分手が込んでるっていうか、どのぐらいかかっ、もしかして1年ぐらいかかってませんかね、そのパリに短期留学、夏休み兼を兼ねた短期留学からそのなんやかんやがあって大学生になって、でもうそしたら大学生最初の夏休みってふうになるともう1年ですよね。なんかこの、主役の
主役クラスの人をクビにするのに、そういうふうにストーリーの流れそうにしたのかなみたいにも思いましたよね。はい。では、今日も、ご視聴ありがとうございました。